自動車の自動運転技術や IoT の普及をはじめとする社会環境や技術環境の変化、高度化・巧妙化するサイバー攻撃の深刻化により、サイバー攻撃は企業経営における重大リスクとして位置づけられています。サイバー攻撃には国境がなく、世界のあらゆるところで発生しており、日本も世界中から攻撃を受けています。不正なログイン、脆弱性を狙った攻撃など、さまざまな形でサイバー攻撃が行われています。サイバー攻撃は年々加速度的に増加しています。今後も増加するサイバー攻撃に対して、企業は継続的なセキュリティ対策が求められています。企業におけるデジタルトランスフォーメーションが加速する中、サイバー攻撃による被害は金銭的な損失だけでなく、企業としての信用やブランドを大きく傷つけることになります。企業の経営者はセキュリティを単なるコストではなく、企業の成長戦略のための投資と捉えることが必要です。近年の傾向として、攻撃者はさまざまな手段を駆使して、グループ会社や取引先企業などのより脆弱な箇所、より侵入しやすい箇所を攻めてくるケースが増えています。海外拠点、グループ会社、サプライチェーンなどを含めた包括的な対策が必要となっています。このようなサイバー攻撃による脅威から、お客様をお守りするために損保サイバーセキュリティが誕生しました。損保サイバーセキュリティはリスクに対するプロ集団です。リスクの定量評価や BCP 対策、セキュリティ体制構築支援など、企業のリスクアセスメントにおけるノウハウを生かし、多角的なリスクマネジメントを行うことが可能です。損保サイバーセキュリティでは、ワールドワイドでの R&D 活動を通じ、各領域で優れた技術と豊富な実績を持つグローバルセキュリティベンダーをパートナーとして選定し、強固なエコシステムを形成します。このエコシステムにより、お客様ごとのニーズに合わせた柔軟で最適なサービス提供が可能となります。損保グループにおけるデジタル技術活用を加速させるため、損保デジタルラボを東京、アメリカシリコンバレーに続いて、サイバーセキュリティ先進国であるイスラエル、テルアビブにも設置、世界最先端ソリューションの提供スキームを構築しました。また高度な技術力を持つ国内外のセキュリティエンジニア、いわゆるホワイトハッカーによる攻撃者視点での効果的なサービスをご提供します。高度化された多角的な手法により、まだ顕在化されていない脅威や脆弱な箇所を検知し、いち早く対策へとつなげていただくことが可能です。脆弱性診断、すでに実施されている場合でも、同一のセキュリティ会社で継続して診断していると結果が偏るリスクがあります。またシステム開発会社自身が実施している場合は、監査の観点からも脆弱性診断におけるセカンドオピニオンが必要です。損保サイバーセキュリティの脆弱性診断サービスでは、第三者による定期的かつ網羅的な診断を行うため、客観性の高い診断が可能です。ペネトレーションテスト、ペネトレーションテストではシステムへの侵入の深さ、網羅性の観点から、診断よりもさらに高度な技術力が求められます。損保サイバーセキュリティでは、国内外での豊富な診断・テスト実績から、企業の実態に応じてさまざまな侵入シナリオを策定し、攻撃者の手法を熟知したホワイトハッカーが疑似攻撃を行い検証します。損保サイバーセキュリティでは、脆弱性診断・ペネトレーションテストはもちろん、フルラインナップのサービスをワンストップで提供可能です。企業ごとのリスク・課題に応じた最適なサービスをご用意し、カスタマイズしたソリューションをご提供します。損保ホールディングスグループは、
お客様の安心、安全、健康に資する最高品質のサービスをご提供し、社会に貢献します。